はいどうもふがくんです。さあ本日もマインクラフトやっていきたいと思います。さあ本日はですね、豚を探しに行こうと思います。豚を探してあれですよ、僕の相棒にしようかなと思います。ふがくんはね、豚という豚をイメージした名前、まあ実際はね本当に根っこのところはね、まあそうではないんですけども、まあふがふがと言ったらなんか豚じゃないかなと思って、なんか豚をイメージしたことにするかということで、豚イメージキャラクターが豚といった感じなんですけども、まあということでね、豚を探して相棒にして豚を飼いならすというか、あいるけど、ちょっと待って、もうちょっと俺冒険したいんだ。ごめんな、ちょっともうちょっとさ、俺冒険したいんだわ。もうちょっと遠くに行きたいので、あっち方面行きますか、冒険に。いないよね、この辺にも。オッケー。結構ね、最初の頃はですね、拠点の近くに豚と牛とっていたんですけど、いるかなこの辺。ウサギも飼いたいね。ウサギって確か人参じゃん。ウサギも欲しいけど、まあ後に。こっち側ちょっとね、行ったことないんですよね、僕。なのでこっち側ちょっと行きましょうか。ちゃんとベッドも持ってきてるので、夜になったら寝れますね。あ、サドル持ってきてね。ちょっとね、あっち側なんかつまんなそうだったから違うとこに行こう。あっち側結構行ってるからな、俺。あっち側行ってないかな。あっち側に行ってみましょうか、ちょっと。行きましょう。いつだっけかな。ジャングル探し、違う、ジャングルと砂漠を探しに行った時ですね。結構ね、散策してたので、もしかしたらこっち側も行ってるのかもしれないんですけど、ちょっとね、どの辺を探索してたか忘れたので。あ、キノコある、すごい。あ、でっかいキノコが今ありました。これ何、マグマ。おお、今そこにでっかいキノコあって、おお、すごい。おお、いいね。ちょっともらっていくか、キノコ。この茎の部分だけを持っていく。オッケー。この辺はダークオークの木なんですね。ジャングルないかな。ジャンプ。あー、すごいすごい、いいね。いいとこに出たね。おー、なんもね、村もね、確かなかったんですよね。でもあの滝すごいね。滝っては言わないか。なんか流れてる。すごい。羊いっぱいいるね。さて、朝がやってまいりました。ね、その草原とかにね、村あったらいいんですけどね。この距離なら全然ね、行き来できると思うんですけどね。なんか卵ある。聖なる卵、何が生まれるんでしょう。ちょっと試してみましょう。さあ、何が生まれる。あ、もう一個ある、聖なる卵だ。まさかこの地形からしてドラゴンの卵。いけドラゴン。この草原さ、なんかあってもいいんだけどね。なんもないんだよな。村らしきものないしな。あ、ちょっと待って、目的忘れてた。豚だ、豚。豚だった。普通にもう冒険楽しんでた。豚探しに来たんですよ。そうだよ、やっぱ険しいところにね、険しいところにいる豚がいいですよね。なんか強そうじゃないですか。険しいところで生き抜いてきた豚ってなんか強そうな感じするのでね、こういうとことかにいてほしいんですけど、豚いませんね。あ、いた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 、いましたいました、豚発見。いいとこに住んでるじゃん、君たち。どうしようかな。登れないんだけど、ここ。ブロック25個あるよな。これでちょっと登っていくか。どうもどうもどうも、こんにちは。さあ、誰が俺の相棒になりたいか？ん？誰か俺の相棒。
誰か俺の相棒になりたいやつはいるか。いるならこの上に登ってこい。ほら人参も持ってるから。お前か、お前か、率先してきたな。そんなに俺の相棒になりたい。お前もか。だがお前は遅かった、遅かった。早い者勝ち、あ、でもな、早い者勝ちで決めるのもね、ちょっとねダメだと思うんだ。うん、だって気づくの遅かっただけかもしれないから。そう、スピード、あ、でもスピード重視っていうのも前はいらない。ごめんな、相棒は君に決定だ。それじゃあ今サドルをつけてあげよう。これで君は俺のものだ。よし、でこれで乗れるんですよね。おお、来たね。さてこれで人参付きの棒、おい進むぜ。おー、進む進む、すごい、向いた方向に進むよ。すげえすげえすげえ。でこれ右クリックで速くなる、速くならない、速くな、な、なったね。ちょっと早い早い早い、待って、シフトシフトシフト、うう、危なかった。早いぞお前。これで帰りましょうか。いける、ここから。いけるね。はい。あ、なんか実績解除です実績解除だった、豚さんの飛ぶ頃に。よし、豚さん、俺の相棒だ、君は。行くぞ。羊牧場にちょっと挨拶しに行くか、相棒。なくなっちゃったよ。結構早いですね、これなくなるの。さあ行くぜ。走れ走れ走れ。いいぞいいぞいいぞ。早いね、いいね。端っこから挨拶しに行くぞ。そうそうそう。あ、早いね早いね早いね。やる気出てるね。どうもこんにちは、相棒の豚です。どうも、相棒ができたので今度からよろしくお願いします。はい、みんなで仲良くしてね。まあ多分関わることはないと思うけど、豚小屋はこっちには作らないので。それではまた。ジャンプして、よし、 OK。 さてですね、拠点に戻ってまいりましたが、あれですよ、豚小屋をねちょっと作っていこうかなと思います。豚小屋はね、この拠点の近く、自分の拠点の近くに作ろうかなと思います。皆さんこんにちは、こんにちは、相棒見つけてきましたよ。どうもどうもこんにちは。ちょっと無視しないで。あ、どうもどうもどうもなんだこいつって感じだけどなんだこいつって思ってるよ絶対。よし、そしたらね、ここの段にちょっと作っていきたいと思います。さあ、豚さん何がいいですか。素材は何がいい。部品、なるほど、わかりました、わかりましたよ。うん、意思疎通が取れてますから、相棒なので。はい、完成、いいじゃんできたよ豚さん。ほらいいでしょ。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしようと思います。いや、豚さんも、相棒の豚さんもね、連れてくることができて、 そして豚小屋、小屋っていうのかわかんないけど、豚さんのお家も作ることができました。あとですね、豚さんにね、ちょっと名前を付けたいので、もし よろしければね、なんかいい名前がありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。はい、それじゃあ、ふかくんでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。パソコンからご覧になっている方は、画面上部に緑の再生ボタンじゃなくて、緑のチャンネル登録ボタンがあると思うので、そこをクリックしていただけるとチャンネル登録用の画面に飛ぶと思うので、そこからチャンネル登録をよろしくお願いします。またタブレットやスマホからご覧になっている方は、この動画の画面の下にチャンネル登録という赤い小さいボタンがあると思うので、そこから登録することができます。また高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。